マグラグ YouTube をご覧の皆さん。はい、どうもマグラグです。はい、じゃあゆうすけさんからこう向かってね、最後にどういうボケをしてくれるのか楽しみにしていきましょうね。本当にマグラグのドラムのゆうすけです。ギターのあずきです。ベースのつばめです。はい、ギターのゆうです。よろしくお願いします。ボーカルの一斉です。はい、こちらも皆さんです。よろしくお願いします。ベースの石木ゆいです。はい、どうも。ボーカルの黒崎まひろです。さすがです。時田純次です。はい。カズキの弟子坂口はい、弟子爆笑いただきました爆笑いただきましたはい、今日はなんと桐生のパイセンがコラボしてくれるということで、ありがとうございます。ありがとうございます。知らせよ、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 肩を貸してくれるということでね、ありがたい。で、俺らみたいなもんにね、出てくれるなんて、本当にありがとうございます。でもやらしい話になるんですけど、これでね、これで出ていただけることになったみたいな。でも、今日はプロのミュージシャンなら1時間で曲を覚えれるのかみたいな説らしいんですよ。で、まあ概要は桐生チャンネルの方でご覧になってくださいということで、早速今からもう抽選をしずるんですね。じゃあ早速抽選に行きましょうか。行きましょう。はい。ずるついてもらって、プロなら一応そうですね、あえて教えないスタイルがどんなドラム叩くのかなって、お互いに全然わかんないんですけどそうよ、多少アレンジしてもいいかな、いいんじゃない。このスリータムの人は全然使わない。それは多分僕ですね。それで花が咲くかどうか。そうですね、一応陽気になってみたら、これ1時間じゃ間に合わないよ。伊勢さん、歌詞大丈夫ですか？厳しいね、絶対独特なんだもん。前やったもうアマテラスのイメージしかないんだもん、もはや歌詞ってね、なると1時間でしょ。今ちょっと歌詞取り寄せてます。はい、ユースティカのセットでチェンジしてそのできればよかったけどね、公平で。まあ、これは普通にどこでも人のセットは楽しいからな。サウンドは楽しいからね。このプロなら1時間でって言われると、あプレッシャーが大丈夫、大丈夫、プロだから、プロだから大丈夫。あとはもう個性だな。楽しみにしてるよ。そうですね、あえて教えないスタイル、教えない、どんなドラム叩くのかなって、お互いに。上の蚊って結構使ってますよ、この辺使うかな、うん、まあ大体全部使うね。なるほど。じゃあ僕はワンタムセットの全然いい気持ちで、うん、いいと思う。 OK です。それは多分個性なんで、うん、それで花が咲くかどうか。お前が言うとちょっと、なんつっても顔に金粉ついてますからね。すごいっすからもう。なんだお前このなんか変なの、このマカロニ、黒マカロニ、お前貴族か、貴族。久々だね、久しぶりだね。どんくらい、1年くらい、メロディーの選択肢が多い。いや、1年だった。1年だった。また開けたら3年やりましょう。
あるってこと？そうそうそう。おしゃれ。なんとタダでもらったの。使ってくださいって。マジで？うん。6弦っていうね、岐阜の工房で。なりもいいし。なりもいいし。でもこれメイプルの木目もよくない？そう。綺麗な。綺麗だ。なんでここまで竹松がめっちゃ話してるのに俺をずっとかわいそうやん今のはかわいそうやん普通に絶対向いてる手で話してる竹松が俺に向いてだからここの4人マジ暇だからねとにかく暇暇ずだよ何かやる暇ずで何やギター2人とベース2人伊勢さん拡大してきました3球3球3球こっちの方が大きくていいなと思った今まだまだ差があるね差があるねはいやり直し嘘だよあんま一斉ってファルセット使わないよね結構あそうかも地声でガーっていく感じなんかそれ最近思って、うんファルセット使いてえなとか急に思い出してあ、そうなのそうって思った最近え、でも結構そうアタック感が出てすごいいいなと思ってだというんだけど、ね、俺は結構無駄に使う癖があるからおちょっと高えなとか思ったら結構はい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 、うん、取り入れちゃうなんていうかどう聞いて合わせたりとかしなくても覚えられるんですか。いや聞きたいんだけど携帯を下に置いてきちゃったっていう、ね。あそうなの、ね。まあちょいちょい聞いてはいたけどさっき。まあ。真宏さんも詩だけ見て。いや無理ですよ詩だけ見るのはやっぱね、まあ、曲と合わせて聞いて。そうだね。とか正確メロディーだけでも。うんうんうん。って感じかな。漢字がねやっぱ読めないんですよね。わかりますなかなか難しいところでは見たことない感じとかあるからなここでリハ的なことって、まあ、バンドのみんなが合わせたいってなったらリハは一応それ用の部屋ではあるんですそうだよねそう合わせたいけどあ、ここで別に歌ってっても、まあ、大丈夫全然大丈夫です、はいちょっと歌ってやろう確かにうんうん音がないっていうね、うんうん、サビマジで高いんだよね俺結構ね、俺のキーオーバーしてる感じマジかそうほのぼの幸福願望真実が真実が真実が真は恐怖いつもそこに来ればもうちゃんともうこれでもうそうだねバチッとハマるいやでも、ね、この1時間っていうのがねなかなかえぐいってすごいうらめしゃ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 僕らは居場所さえなくしてる生きている息をする生きられる仮想現実ならこの存在でさえもささえも嘘さえそうなんだゴー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 最初から喋れ俺ボーカル中地さんにデカカメラ渡されてっていうかお前取り行ったのになんでお前降りてきちゃうのえ怒ったこんなに怒らない怒った一世を取り行っただけなのあんまり気さくにちょっとごめんなさいあちょっと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 お前もちょっと真宙と一世を取りに行こうと思ってた一世と話すとき一応俺通してもらっていいあんまり悪いって一斉と真宙を取りたいんだよねいいですか、ゆうさんはい一斉と真宙を撮影したいんですけど一斉さんどうすか不気味結構難しいよね結構じゃない、超むずい、うん、でも絶対真宙と合うと思うんだよな、うん、キーがね、高いんですよ、めっちゃ確かに
めっちゃ結構僕のキーだとなかなか 届きづらいですね。そうなの、キーで言ったら一斉の方が高いってこと、全然全然だから。あれさ、え、これジョードカって誰の作詞作曲？みつきくん、みつきっすね、うん。キーの中でも簡単な方ではないのか、歌は。うん、それしかやることない。じゃあ先生、あの、引き続きよろしくお願いします。頑張ってください。方向性大丈夫でした、ね、全然大丈夫。待って疲れるかーって思ったらねブルーンとかね、 I don't know、 この一発しかも全然歌えれなかったからね言ってもむずいね、バンドサウンドって急に違うね、やっぱずっと迷った顔してたよねだって、見てよ、見てくんなかったごめん一生懸命さは視線は合わんかったね行きましょう。まあなんか伊勢さんの一言から曲がスタートな感じで、そうね、せっかくなんで意気込みでもなんか気持ちでも何でもいいんでプレッシャーそうだよ、歌でさあやふやなんだから、ほらやばいやばい、よろしくお願いします。よろしくお願いします楽しく、楽しくやろう、楽しく、そうだね、うん、あ、もういいですか、お願いします。はい、いきます。いいっす。
細かいところで言えばちょっといっぱい。いやまあこの前1時間でねどれだけできるかって。まあそうだよね。スタートも皆さんが良ければ。大丈夫です。はい。はい。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかった。やばいって絶対。はいというわけで皆さんお疲れ様でした。A バンドも B バンドもね、あのみんな結構いい感じだったと思うし、まあ、それぞれのバンドでね、あの感想を言い合ってくれてたと思うんで、あのまず動画の名前撮りましょう。みんなでサムネ、サムネに集合写真を、はい、はい、撮りましょう。はい、いいですかこの並びで。いいです。はい、あ、ダメだ、いいんです。全然 OK です。撮ります。はい、はい、チーズ。はい、はい、チーズ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか混ぜなよ。混ぜない。混ざった、混ざった、混ざった。じゃあ行きます。はい、チーズ。はい、始まります。はい、チーズ。ちょっと、A バンド仲悪そうすぎるから。A バンド取り直す。 A バンド取り直す。そんな感じで来ると思うのない。そういうの大事だから。いや、1時間で俺らバンド手伝ったから。そっか。はい、というわけでね、我々 B バンドでしたっけ。はい、はい、はい、B バンドはね、あのこれ竹本は仕切るの。わかんない、ラグラグチャンネル。あ、そうか、バグラグさん、俺仕切っちゃダメだ。ペイセイさん。はい、B バンドお疲れ様でした。ありがとうございました。素晴らしい形でね、作品を残せたんじゃないかなと思っております。最高です。はい、皆さん高評価をよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、B ファンドでした。キリアチャンネルの方でね、あのまた A バンドの方のやつも流れてね、概要よろしく。 URL は概要欄で。